フォールアウト76遊んできます。それでは今回はパブリックワールドのハッピービルダーでこちらね、続きを建築していきましょう。前回これの外観を概ね作成しましたが、まだこちらね、裏あたりすごい適当なんですよね。あと内部の構造、ここはまだ何にもなってないんでね、まずはこれの整備からね、行っていきましょうか。で、キャンプ建築に対する材料はかからなくなるようなね、修正が入ったため、ま、これで思う存分ね、いろいろ作ることができるようになりましたね。で、このハッピービルダーモードですが、今あれなんですよね、アドベンチャーワールドで経験値2倍とかトレジャーハンターイベントとかね、それが立て続けに行われていて、で、ますますこちらね、遊ぶ人が減ってしまうような、なんかそんな感じにもなっていそうですね。やっぱり1日にかけられる時間はね、決まってるので、他にすることがあると、まあ、こちらまではね、手が回らないという人も多いかと思いますが、まあ、何はともあれ、早速始めていきましょう。ここに壁が、つかない。これは原価？これつくか。とりあえず入り口にしておいて、内部をどうするかだな。こっちをつける。そして、壁が、つきそうだが、いきそうだね。あれ？ああ、ダメだ。壁がつかない。なんてことだ。これダメなのか。ええー。じゃあ上からのこの壁。これを下ろすしかないかな。これでどうだ？結構壁、ギリギリだけどね。こんな感じになるか。ここがついた。やった。これは思わぬ収穫だね。こっちから見て、この部分か。いった！ああ、いった！神の大示し！あ、違った！下の段だった。まあ、でもいいか。これも手動で、なんとかしたいな。こんなもんかな？こちらに合わせると。試しにずらしてみようか。あ、ずれた。しかし、ここ。開いちゃいましたね、やはり。あ、これいったか。うまくスナップしましたね。まあ、これは、なんか物を置けばね、隙間隠せるんじゃないかな。置いてみましょうか。これらへんか？綺麗めなものは。これはどうだ？ボルトのナイトスタンド。サイズ的にはちょうどいいけど。花でいいかな。ここも何かで隠しましょうかね。隠すんであれば、ここら辺だよね、定番は。これはフロアに埋め込ませることができますね。こんな感じで、隠せるぞ。内部はなかなかね、綺麗になってきましたね。床部分が。ここに階段。どうする？スーツケース階段。こっちの方がいいかな。見た目はいいとは言えないが。やってみるか。これは簡単だね。積み重ねるのが。お、あら、あら、隙間に入らない。おお、登れる。スーツケース階段は、なかなかいいぞ。ここにも何か物を置くか。スクラップボックス。ちょうどぴったりだけど。ここの見た目に合うとは言い難いか。ん？この辺内部に入れることできますね。こういうの悪くないんじゃないの？埋め込ませるのは。あ、下に入るよ。こんなもんか？あとは物でも置きましょうか。小型のテーブルがいいな。この上は。これなんてどうだ？ちょうどぴったりじゃないか。シープスカッチのぬいぐるみ。こんなもんか？とりあえずは。一階と二階を繋げる方法がないかな、これ。今んとこ。こっから入るしかないような感じだね。ここをうまく使えば階段つけられるかな。しかし、そうだな。でも入り口だもんな、ここな。いや、これ入り口にする必要ないんだ。暫定的に入り口にしたけどね。ここだよね。あ、これいいんじゃないの？ここら辺。そうだよな。これならばなんとか。ああ、厳しいな、でも。ギリギリすぎる。でもやるしかない。とりあえず内部の壁を、なんか変更してみましょうか。でもデフォルトの白いものが、このレンガの壁にね、結構合う感じはありますけどね。チカロの壁紙。これはこちらのレンガとね、ちょっと合ってるかな。とりあえずここも、なんか物置きますかね。ちょっと足場が統一されてませんからね。
コンロとかどうだ。デカダル。もうちょい樽っぽい樽ってありませんでした。あれ何だったかな。内部も何か明かりが欲しいですね。どうだ。やはりこの屋根がいまいちだよね。2階はこんな感じになりましたが、ここ隙間がありますね。これどうしようかな。ディスプレイ、これを並べましょうか。とりあえずこの内部はベンダーあたりを置きたい感じがしますね。ロボットのこれが入るかな。こんな感じか。内部にベンダー、お、ここに壁がはまった。よし、なかなかいいぞ。とりあえずベンダーの前を飾っておきましょう。椅子あたりでね。土台を手動で持ち上げて、この下の部分を隠したいところですが、こんなもんか。お、よし、はまった。はまったし、この人いけそうだ、今。一瞬いけそうでしたね。このスーツケースは、後ろ向けた方がいいかな。そっちの方がまだ、階段っぽいかな。こちら、壁でも張るか。しかし上部分がな、難しいかな。この看板は結構、既存の壁の中に埋まりますね。こんな感じで。この家の中は昼間だとね、結構明るいんですね。ここら辺を多少修復したいけど。ここら辺は貼れないかな?お、ちょうどなんかハマってるんだよな。しかしダメですね。手動でなんとか。これで、スナップするかな。4マス。入りましたね。階段は登れる。こっちはどうだ?あ、なんとか通れますね。これならば、こうやって、で、この4マス一度取り去る。そして、全面どこ。これは晴れそうだけど。晴れた!やった!こっちはどうだ?なんか今、反対があったよね。お、お、ほら、晴れない!晴れない!あ、これもダメだ!思わせぶり。思わせぶりすぎる。あとは階段でもつけるか?壁が、あ、ついた。壁ついた。ハーフか。全面はどうだ?全面も?あ、全面ついた。やった。扉、ギリギリかな、これ。うわ、なんとか入ってるよ。すげえ、ギリギリだ。あー、取れない、こっちから。あー、牢屋の檻にすることによって、なんかこうね、レンガが剥がれ落ちてる。で、内部のこの鉄の部分が見えてるみたいな。そんな感じも見えますね。これでいいんじゃないか?意外と。うん、やはり、ここには、このケミストリーステーション。こっちの方が色が合いますね。あとランタンだな。椅子を、柵代わりにもする。悪くないか。ここには柱が付けられるかな?あ、高さがちょっと足りない。もうちょいだったな。でこの感じ悪くないね。ここに柵も欲しいな。これぐらいしかないかな。鉄のフェンス。こんなもんかな?なかなかぴったりですね。ここの部分なんとかしたいな。ここら辺の何か置けそうだね。下にはまる。こんなもんか。なんかいいんじゃないか?とりあえずここら辺にも階段を用意しておきますか。階段はこんな感じかな?あれ?登れない。この階段。なんだ?何かに阻まれてる。元の地形かな?これは。それっぽいな。もうちょい話してみるか。お、これになんか空中の当たり判定があるよ。この土台に隠れてるんだろうけど。棚を、扉の上。ドアベルを設置してみましたが、結構埋まってしまいましたね。これに貼っとくか。さらにこの上に、この棚をつける。飾りだね。この棚には、中段に物を置くとかできないの、これ。一番上のみか。
設計図とか使えばなんとかなるんだろうけどね。このディスプレイにこの看板が埋め込みましたね。それってなんか新たな家具に見える。テディベアもちろん欲しいな。カムデンパークとかに結構ありましたよね。ちょっと取ってこようかな。カムデンパークのドロストス、ここにありますね。テディベア、これもらっていくか。あったあったあった、ここにも一つあるぞ。とりあえずこんなもんでいいか。なかなか色鮮やかですね。とりあえず手前には椅子あたりでも配置しましょうか。この雨水取り機はなかなか見た目いいよね。しかしここら辺埋め込ませることはできないな。おもむろに置いておくか。とりあえずこの小さい隙間にいろいろ飾りたいですね。こんな感じでいいか。内部は青色の電気でもつけましょうかね。ライト、ハローとか見た目かなりいいんだけどね、ちょっと雰囲気変わっちゃうんだよな。とりあえずお試しで配してみるか。このライトどうかな。色合い的にこっちも合うんじゃないの、もしかして。でも青色の面白さがなくなってしまったか。あー、ここには合うね。うん、こっちのが合うな。こっちにするか。苦渋の決断ではある。この温かみのあるライト、これは抜群にいいよ。いいぞいいぞ。地下通路みたいなのができましたね。あとは味方の NPC あたりも配置したいとこですが、まあベゲットのこれが結構ねゴージャスだから、どっかに組み込みできたらね、これは一番いいんだろうけどね。いや、意外と屋内とかどうかな。建物内部ね、なんか、あ、屋内入りますね。とりあえず屋内に入っていてもらおうかな。この屋内はね、またね別の機会に飾りましょう。そして一つひらめいたのが、このね、ロイヤーの腰のこっち側、ここになんかマネキンとかそこら辺置けばね、ちょっとそれっぽくなるんじゃないの。ただマネキンはね容量食うんだよね。それを考えるんであれば、まあなんか人っぽい何か、こういうのでもいいか。もしくはボルトボーイでもいいか、普通に。よし、本日は大体こんなところでしょうか。まあ今回は主にね、こちらの家の内部を作成してみましたが、飾り付けに関してはね、まだまだですね。まあそれは次回あたり、この隣のこの既存の家、こちらと共に飾っていきましょうか。じゃあざっとね、見ていきましょう。まず一番下、こちらね、地下部分。ちょっとしたバー風のものができましたね。で、こっから向こうにはね、ちょっとした通路が繋がってますが、こちらが既存の家の入り口ですね。簡単にベゲットを配置してますが、まあこれはまだ適当かな。で、裏口ですね。このマーケットの文字、これなかなか合ってますね。で、上下を棚で囲ってみましたが、それによって見た目もね、ちょっと上がったかな。あとは奥に簡単なベランダ風のものとか遊び入れてますね。で、この裏から入りますと、こちら1階部分ですが、まあ内部はね、かなり狭いけど、なんとかまとまりましたね。こんな感じで。色合いがもう少し統一できたらね、面白いんでしょうけど。で、ここから2階に上がりまして、こちらジャンプで到達できますね。ここはよくあるテディビアの飾りですね。これだけでね、見た目がかなり上がりますよね。で、この棚は、一番上にはね、いろいろ飾れるんだけど、下と真ん中、これ普通にはちょっと飾ることできませんね。まあ、なんとかしたいとこですけど。で、ここ、これうまくいきましたね。この壁がほころんでるところに、この牢屋の壁、それをつけたらね、とても雰囲気が良くなった。で、明かりをつけると、向こうにはね、人がいる。ボルトボーイ。じゃあ最後にここら辺で撮影しましょうか。それではこちらで、一枚撮影。じゃあというわけで今回はここまでということで、引き続き次の動画でお会いしましょう。